流敏体科は、シダ植物門の分類群。大型の常緑性シダで、熱帯、亜熱帯の森林に自生する。日本では、本州南岸以南に二族五種自生する。海上の地下系から服用を出す。流敏体科は、花ヤスリ類と共に、新脳シダ類とも呼ばれる。これは、胞子脳が、複数の細胞に由来し、 複数の細胞層に包まれているためである。原生種は、アンジオプタリス、クリステンシーニュ、ダナヤ、マナッチアの4属からなり、その他に化石種も多数知られている。流敏体属は、オセアニアからマダガスカルにかけて分布し、葉は、ウジョウ複葉、大型で、長さ9メートルに及ぶものもある。流敏体は、本州南岸から台湾に自生し、 観葉植物としても栽培する。流敏体もどき属は熱帯に広く分布する。地下茎は、球状で、食用にされるものもある。葉はウジョウフクヨ、鵜状服用。流敏体もどきが、小笠原諸島に自生する。クリステンシーニュ属は、東南アジアに分布し、手のひら状服用をつける。棚や属は、熱帯アメリカに産し、二回鵜状服用で、栄養用と別に。 法子王が出る。以下にス、スエトール2006による系統樹を示す。このようにシダ植物門ではまず松原と花ヤスリーの軍が一番規定で分岐し、その残りのうちで、特沙類と本家が残りのシダ植物全部に対して姉妹軍となる。そのため、本家は単独で独立の目、及び綱としている。ありがとうございます。